ホース、まあ、あのホース流れてますが、はい、成田来てます。はい、はい、まさかまさかこれやるんすね油断してました。キヨの休日、はい、フィリピン編でこれからね、これから出国します。あの飛行機乗るところです。まあちょっとね、今回はねいつもみたいに食べ歩けないんだけど、はい、まあ、何軒かはラーメン、はい、行こうと思ってますして、これから4時間ですか。ではまた現地でお会いしましょう。はい、着きました。着きましたね。マニラ5時間ぐらい乗ってました。はい、いや寒かったね。寒かったっすけど外はあったかいらしいんでね、楽しみです。楽しみ、ね、お腹がペコペコです。はい、いや、まあ、またここからなんか長いらしいんで1時間ぐらい楽しみです。はい、麺どころ1軒目ね。これ三越の中なんだよね。広いですね。なんかすごいさ、ウェイティングのさ数がすごくない？ちょっと行きましょう。ちょっと楽しみだね、はい、これは行きましょう。行きましょう。です。はい、はい、2軒目ね。2軒目です。まあおなじみ一風堂。行きましょう。どんな感じか楽しみです。はい、行きましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。現地のビューですね。はい、サンミゲルライト。いただきます。はい、今日は一応麺どころ、はい。と一風堂、はい、でまず麺どころ なんだっけ、なんか日本の優勝券、優勝券ですね、がなんか絡んでいる、はい、まあ、地元の超人気店っていう、ね、とこですか。だ、まあ、だってっていうか40席とか50席ぐらいあったよね。ありましたね。外町の席でそれぐらいありました、ね、あったよね。で、行ったの3時、4時ぐらいだったでしょ。はい、それでも6割ぐらい埋まってたよね。待ってました。で、好客も来てて、そうだよね、どんどん入ってましたね。で、まあ、ラーメンがね、豚骨の塩、醤油、味噌、担々麺と、つけ麺、あとつけ麺の魚介と、あとは塩混ぜそば、はい、食べて、まあまあ、まあ、さ、まあ、そのまず、まあ、うんと全体の印象としては、はい、全体との印象としては思ってたより悪くなかったなっていう印象が大きいですね。なんかもっとさ、なんかいまいちこうもっと具体的にはなんかもっとぼやっとしてるかなと思ったの。そうですよね。まあ、海外にありがちな味のぼやけ方、影っぽいよねみたいなぼやっとしたのをイメージしてたら、割と味しっかりしっかりしました ね、 ね、してたし、で麺もまあね、ちゃんとしてたっていう印象です ね、うん、ね、だもちろんなんか日本であれ食べたら、いや、うん、いまいちだねっていう風にはなるけどフィリピンね、まあ、外国でこれかいうと、まあ、ちゃんとしてましたね。してたよね、はい、っていうのはまあ大きな印象ではありましたね。ね、あれっていう、あれっていう感じでした。そうだよね。あれ美味しいじゃんみたいな。そうなんだよね。で、まあ、まず、まあ、醤油、醤油はあれ、麻油豚骨、ね、麻油豚骨ですね。だからもうなんかさ、はい、麻油しか勝たんじゃないさ、もう麻油が全てのもう麻油なくなったとか、結構後半がきつかった印象は僕はありました。だからまあ塩豚骨とかはさ、もう麻油入ってなくて、はい、あれ黄色い油チユっすかね、こんな香りもなかったけど、はい、まあ醤油に比べるとは、醤油に比べちゃうとまあちょっと、ね、醤油の方がやっぱ美味しいなとか思いました。で、味噌はもうあれだね、思いっきり業務用って感じ、業務用の味噌に、まあ、だから普通に美味しいっちゃ美味しいんだけど、
と、まあ、手加えたら全体的にもっと美味しくはできるけど、まあしっかりしてるなと思いましたね。つけ麺も魚しっかり効いて、結局カツオですかね。うん、で担々麺もまあまあまあ、なんかまあもうなんかこれぞザ担々麺的な味でね、チーマージャンが効いて、はい、ラー油浮かべて、またこのラー油もさ、なんかチープっていうかさ、もういかにも業務用っていうか、まあまあ、既存既存のラー油組み合わせましたみたいな感じなんですけど、ね、まあでもまあでもよくできてますよね。そうだよね。はい。でもその食べた中で言うと塩混ぜそばが一番ハッとしなかったなっていうそれは食べ僕も思いましたね。でもやりようもあるんじゃないかなと思いましたけど、別にその麺が際立って良くないとかでもなくて、だからまあ油しっかりさせてなんかちゃんと味作ればいけるとは思うんですけど、でも見てたら、はい、まあ、作ってるとこ見てたらさ、僕ら以外頼んでなかったじゃん誰も、はい、だからまああんまり人気ないのかなっていう、やっぱ汁ありの方がメジャーで、うん、まあ日式ラーメンっていうとやっぱそういう風な印象を持たれてるのかなと思ったんで、ね、まあ、ラーメンって言ったら汁あった方が、うん、とは思いました ね、 ね。でまあなんかさ、その、まあ、味的にはまあまあって感じでさ、はい、なんか店作りがさすごいよね。お金かけてるなっていう、ね、お金かけてしっかり作り込んでるなって感じの、はい、まあ、そういう見た目と 入りやすさとかまあもろもろ含めて、うん、なんか居心地のいい空間を作ってるっていう印象もあったんですよね。なんかまあ流行ってるのもまあまあ納得っていう感じの雰囲気はあったね、はい。まあ、場所的にあれじゃないですか、そのまあ富裕層の人たちが来るお店なんで、うんうんうん、やっぱもうそういうのが必須な条件になってるのかなっていうのも感じましたね、うん、だその上でこうなんかラーメン屋っぽさみたいなのを残して、うん、なんか、まあ、スタイリッシュとはまた別の言葉なんですけど、何ですかね、こう、まあ、綺麗にしてあるというか、うん、だからまあその味以外の部分にこうしっかり手が加えられてるっていう印象ですね、うん、まあね。でも2軒目一風堂、まあ、一風堂もやっぱそういう感じでね、店作りがしっかりしてるっていう感じはして、はい、ね、まあ、まあ、ラーメンはどうなの白丸赤丸食べたけど、まあ、一風堂でしたけど、うん、まあ、こっちで作った一風堂のラーメンっていう印象はありました。しかし日本で食べてなくて、まあ日本も食べてないからあんまり記憶が薄いんですけど、日本の一風堂と比べてって何とも言えないんだけど、でもなんか一風堂っぽかったよね。一風堂っぽかったっす、ね、あのトントン頭っぽさとか、うん、で麺がちゃんと美味しかったっすね。そうだよね。一風堂はなんかさ、1軒目のさ麺どころはい、まあ、さあれ多分まあもちろん自社で炊いてるけど、その業務用っぽさっていうかさ、まあそうですね、それはもう濃縮スープっぽさっていうかさ、はい、多分圧力釜とかで炊いたっていう感じのスープだったじゃん。はい、ね、で実際なんか作ってるの見せたら、なんか冷蔵かなんかでカチカチになってるやつを水で伸ばしてたじゃん。そうなんですよ。ね、なんか多分圧力釜でガーッて濃縮して、はい、まあ、セントラルで作ったのを運んで、でそれを店舗に運んで店舗で水で伸ばしてるって感じ、はい、に対して一風堂はなんかストレート感はあって、ありましたね。圧力感もなかったし、はい、ちゃんと作ったのをそのまま配送して、なお店で作ってる感じではなかったんで、ね、まあセントラル、まあなんか奥があったからちょっとあかんないんだよね。なんかね、ラーメンだけ見ると一風堂の方がちゃんと作ってる感があったね。ちゃんと作ってる感がありましたね。うん、まあでもそれでこっちの人にそれが受けるのかとかっていうのをまあ考えると、なんかまた違う売れるお店と、まあまあそのたまたまかもしれないけどさ、その一風堂より麺どころの方が人入ってたじゃん。入ってましたね。ね、まあでこれ、まあ、たまたまかもしれないけどさ、これはね、わかんないな、わかんないですね。ラーメン的には僕ら一風堂の方がよくできてるなと思ったけど、はい、こっちのねローカルの人にとっては、
刺さる部分っていうのが違うのかな、違うかなっていう印象はありましたね。ね、難しいですね。海外の味ってね、本当難しい。まあでもそれがまあ明日以降またラーメン屋行ってね、明日何行って、あとなんだっけ、なんかロンっていうお店に行くらしいから、まあ、とりあえずね、ナギがどれぐらいのクオリティ出してんのかなっていうところが一つ、まあ、正直ナギ一番期待してる人ですよね。そうそう、だから僕もナギは一番期待してる。いや絶対ナギ美味しいだろうなとは思ってるんですけど、うん、まあ、ちょっと明日行ってですね、ね、はい、ちょっと楽しみに。まあでも本当最初言った通りに思ってたより全然美味しかったんで、うん、いやこのレベルなんだっていうのは最初の印象がそれでした。はい、でまあちょっとおまけでその後ね、さらにあのフィリピン料理にね、そうですね、行ってね、どうでした？美味しかったですだから思ったより味がはっきりしてましたね。で、まあちょっとその行ったお店がさ、完全ローカルの店じゃないからさ、ちょっとね、なんかショッピングモールっていうか、はいはい、モールの中にあるね、おしゃれなお店だったから完全ローカルじゃないと思うんだけど、まあそうですね、しっかりしてたよね。ローカルだともっとあんな綺麗な感じで出てこなくて、うん、っていう方がまあ惹かれはするんですけどね、うん、美味しかったですよね。まあ、日本では食べられないような味付けだったりとか。でもまあ今日さ、ラーメン食べてさ、その後のフィリピン料理食べた印象としてはさ、はい、意外とっていうのかな、割と日本人の味覚とそんなに遠くないのかなっていう印象はあるよね。はい、ありますね。その、まあ、塩分感だったりとか。そうだよね。だからさ、これ例えば台湾とか行ってさ、もう課長がすごいよ、課長がすごいよみたいなの言ってたじゃん。はい。ああいう感じもないじゃん。ないですね。ね。割とこう、まあ、そのまま持ってきても通用するんじゃないかなってぐらい、まあ、こっちの人と舌の感覚が合ってるような印象はあります。まあ、今日食べた3軒しか食べてないんですけど、そうだよね、そんな、そういう中ではそう感じましたね。ね、まあね、まあ毎度だけどさ、今日海外来ると楽しそうだよねいやいや日本でも楽しんでますよでも海外もう知らないことばっかなんで、うん、もうそれに触れるだけで面白いっすだからもっと英語がこう堪能になって、うん、現地でコミュニケーションを取りながらやれればすげえ楽しいんだろうな、うん、とは思います。それさ、英語力以前の話としてさ、コミュ力の話ですか？コミュニケーション能力、その話はもうやめましょうそっちが先じゃないの？コミュ力の話はやめましょう。もうこれ済んでるんで陰キャの二軍なんでもうしょうがないですそうね、ポテンシャルがないんです。コミュ力高かったらね、英語喋れなくてもね、ガンガン行くんだよ。いや、そういう人何人か知ってますねえ、その語学力でいけんのみたいなねえ、いやでも楽しいですねなんかもう、まあ、別に開放感とかを感じてるわけではないんですけど、やっぱもうこの異国感っていうか、あとあったかいのがいいです、ね。もうなんか今さ、あれだよ、もう清田の休日シリーズじゃなくてさ、もう飲みながらのダラダラトークっていう域に入ってきてるけどまあ海外なんで許してもらっていいですかね。そうだよね。まあ今日ね、まあ2軒とフィリピン料理1軒食べて、はい、まあ明日もまあラーメン2軒とか、まあはい、行くんでね、まあ、楽しみだね。楽しみですね。はい、また引き続きというか明日も撮ると思うので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。いや、まさか海外で撮るとは思ってなかったです楽しみに見てくれてる人がいるからね、ちょいちょい声かけられるようになっちゃって、いや全然声かけていただいて嬉しいんですけど、いやそんな見てくれてるんだって内心思ってましたはい、下手なこと言えないです、はい、ありがとうございます。じゃあまた明日よろしくお願いします。グッナイ。ラーメンの、はい、1軒目です。
はい、まあ、どんなラーメンか、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。はい、ナギ行きましたね。2軒目です。これちょっと楽しみだね、これは。そうです、ね、行きましょう。行きましょう。2日目、頑張りました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、したダラダラトークのやつね。ダラダラ、うん、いや、楽しいですね。ね、で、まあ、今日1軒目ラーメンロン、ロン、いや、いやどうだった。いや、まあ、一言で言うと、もう言っていいかわからないですけど、まあ、ひどかったなと正直な感想は。そう、ひどいとは。いや、もう、まあ、感想としては、もうぶっちゃけ日本人が携わってなくて、フィリピンの人が日本のラーメンをもうこっちの業務用のいろいろなもう組み合わせて作ったっていう、もうただそれだけの味な印象ですね。うん、まあ、ほぼ間違いないですね、これは。インスタント。いや、でも醤油と味噌と担々麺食べたじゃん。はい、はい、まあ、醤油も完全にさ、もうインスタントのもう運ばれてきた時の香りがさ、まあ、もうこれあれだっていうね、インスタントっていう香りがしたじゃん。だから、まあ、よくあのあれです、あのサービスエリアとかで出てくるような、うん、まあ、いう簡易的なラーメンっていう香りだよね。で、味噌もそういう感じじゃん。そうです。で、まあ、担々麺は、まあ、ごまのせいかちょっとその分かりづらくなってるなっていう、インスタント感は分かりにくかったけど、まあ、でも一緒ですよ、もう。で、まあ、ラーメン屋行く前にあの食材店いろいろ朝、うんうん、まあ、あったじゃないですか。で、まあ、そこにあるまあ、いろいろあったんで、担々麺みたいなの売ってたよね。はい、多分あれだなっていう、ね、あれで作ってるなっていう、そうだね、風にしか感じなかったっす、ね、いや、だからもう、まあ、これは分かんないんだけどさ、はい、こっちのフィリピンの人がさ、あれを美味しいとしてるとすると、んこどう困るっていうかさ、あ、そうですね、あ、味覚違うのかなっていうか、流行ってましたからね、ロン。流行ってたもんね。はい、だもう、うん、だラーメンの形してりゃいいのかっていう、なんかもうそういう話になってしまうと、いや、でも昨日行ったさ、麺どころとか一風堂はさ、一応ちゃんと日本のラーメンだった。まあ、そうですね。ね、はい。それに対してロンがもうちょっとっていうね。そうですね、ひどいな。っていう、でもあれでお客さん入るんだっていう風に、まあね、もうね、だから何が正解かっていうのがちょっと分かりづらくなりましたね、あれで、ね、で、まあ、その後ナギ、ナギ、うん、ナギチップス映ってるけど、ずっと映ってるけどじゃなくて映してるんですよね。ね、ナギの宣伝をここでしてるけどいや、ナギですね、やっぱ。まあ、期待通りというか。何、美味しかったね。美味しかったです。よく日本のクオリティとクオリティとそんな変わらない印象、はいはい、で、味玉とかも頼んで食べた、餃子とかも頼んで食べたんですけど、うん、やっぱもうちゃんと手作りしてるなっていう印象があって、うん、まあ、美味しかったですね。ね、まあ、なんかここがまあ流行ってくれてるのはまあ嬉しいけど、納得するよね、はい、こういうのが広まってほしいなっていうのはありますよね。そうだよね、はい、まあ、今回やっぱさ、びっくりしたっていうか、事前には聞いてたけど、はい、やっぱ値段がさ、日本より高いじゃん。高いっすね。全部1000円オーバーでしょ。はい、1200円前後っていう感じですね。いや、それでもこっちの人食べるんだっていう、はい、驚き。まあ、驚きますね。でもなんか、まあ、海外の印象がやっぱり日本に知識ラーメンが、うん、まあ、しっかり値段取る、まあ、その現地の食材で作ったり輸入して作ったりとかで、うん、原価がかかるのは分かるんですけれども、ま
それでもやっぱちゃんとお客さんがついてきてるっていうのはね、ありますよね。まあ今回、まあ、総括としては楽しかったとまとめたらそうですね、存分に楽しめましたね。いやフィリピン、いやまだねこう本当のローカルなフィリピンのローカルフードを食べれてないので、なんかそれ食べられたな、食べられたら面白いなと思いますね。いやフィリピン、なんか想像してたのと全然違ったんで面白かったですね。はい、ね、また来れたらいいよね。来ましょう来れたらじゃなくて来ましょうはい、来たいです、ね、本当に、はい、こんな感じで、まあ、キヨの休日インフィリピン撮ってみました、2度目のフィリピンもお願いしますはい、はい、では、はい、また来れることを祈って、ありがとうございました。